御事。御事とはいくつかの国において皇帝、または天皇が公式に用いる印象、字を指す語。具体的には、日本国憲法のもとにおいては、御事は天皇の国事行為に伴い発せられる文書に応印される。近代以前には内印と称された。現在の御事は金印で大きさは三寸。 約9.09センチメートル四方の各印、重量は約3.55キログラムある。陰門は天皇御寺、二行縦書きで、右側が天皇、左側が御寺と典刻されている。国寺とほぼ同じ大きさ、形状である。宮内庁による英文表記は、御寺の歴史はアスカ時代まで遡る。701年、大宝元年に成立した。 大法律領で官員の一つとして、内院、天皇御事が規定されており、大きさは片三寸、約八点九センチメートルとされていた、公式令、天使新事情。内とは天皇を意味しており、これに対して、大乗官員は、外印と称された。材質や陰門に関する、具体的な規定は存在しないが、平安時代には、中塚佐生匠良が鋳蔵を担当。 材料は銅、または、青銅が使用され、幕末までに、幾度か作り直された。現存する奈良時代の文書に残された陰影から、大きさは、約8.5センチメートル四方であったと推定され、1068年、辞略4年に小損した打印を、翌1069年4月30日、延久万年4月7日に改中したことが知られている。また、江戸時代の行事は、動員で、 片二寸七分、約八点二センチメートルである。律令国家機の打印は、実用としては用いられない、天子神事に次ぐ地位にあり、天皇体験を示すものとされて、通常は昭納言和及び、中塚佐昭所属の主鈴が担当していた。昭和直及び古以上の域及び諸国に下す、公文、大乗官の大乗官部、八将の将夫壇上台の大夫などには、 打印を夏印する必要があった。内印を夏印する際には小名言が天皇に相上、大乗乾燥して夏印許可を得るという受け印と呼ばれる儀式を必要とした。受け印を得た公文は直符と合以上の息は小名言が、それ以外の公文は主鈴が実際の夏印を行った。もっともすべての公文書に打印もしくは外印を押す原則が徹底されず、 七百二十年、養老四年に、無印のままの公文発給を止めさせているほか、演技式、大乗官式でも、打ち印を押すべき事案を具体的に規定として、定めている。明治維新後、1869年8月15日、明治2年7月8日に、職員令、大乗官制を制定して新たに、官に相当性を定めるに際して、御事の要令を定めた。 この時の行事は内因として用いられてきた伝来の動員が使用された。行事は直人間の換気、直時の意気、家族の相続等に押され、その後、外国へ特派する施設に対する証書などの文書に用いられた。1871年、明治4年、大倉京、伊達宗成を全権として、清に派遣する際、伝来の動員が陰門の不明。 地面不よろしおもむきなものであり、同年5月3日に大倉省に出資していた天国家のおぞね剣道に命じて新たに肩二寸八分、約8.48センチメートルの石印を刻させた。現在の御事、国字は、この石印が草卒の刻、あざて天がなる OS、早卒に、妻子折刻症生活国面も不よろし様に会い、未行と不評だったため、 金材を持って、改めて国したものである。八百七十三年、明治六年二月、宮内省より、京都の中造市、畑造緑に中造を、同年九月に同じく、京都の陰市、安倍恩人、安倍育の二堂に彫刻が命じられ、国寺とともに一年がかりで製作された。八百七十四年、明治七年四月に完成し、同年七月二十日に、新しい漁事、 国事の陰影が開拓された。以降、今日に至るまで改め国されることなく、使われている。なお、予備は存在しない。当初は、区内省が、後に、区内省外局の内大臣府が国事と共に保管し、内大臣が応援した。第二次世界大戦後に内大臣府が廃止されると、区内省自住職へ移され、区内庁設置に伴い区内庁自住職が保管し、 区内情報、第2条第5項、同第4条第1項、現在は、事務士官の自住職補佐が応印する。紫と白の複差に包み、専用の革製ケースに入れて保管されている。国事と同様、国立印刷局特性の主肉を用いた上で、位置ずれや傾きがないよう専用の定規、インクを当てて、拒名、署名に少しかかるように押すのが、習わしとされる。 日本国憲法下の行為継承儀式では、賢治当承刑の儀として、行為の証である賢治、天村雲賢、八坂にまがたまと共に国治と御治の承継が行われる。2> 第二本帝国憲法下では、直例の公文式、明治19年直例第1号及び公式例、明治40年直例第6号に、御治、または国治を押す場合が、明文規定されていた。 公文式によれば、法律、直令には、新書の後、御事を押すとされた。また、直人間の任命では、事例書に、総人間の任命では、総選書に御事を押すとされた。公式例によれば、小書、直書、新人間及び直人間の間期、面官の事例書、借期、位以上の域には、新書の後、御事を押すとされた。また、帝国憲法の改正。 公室転搬の改正、公室令、法律、直令、国際条約の発表、予算及び予算外国庫の負担となるべき契約には、神悟を付して交付するとされたが、その上悟には、新書の後、漁事を押すとされた。公式令は1947年、昭和22年5月3日の、昭和22年政令第4号により廃止され、 その後これに代わる法令はないが、国事、漁事の要令など公式令に定められた事項は、官令により踏襲されている。現在は、証書、法律、政令、条約の交付文、内閣総理大臣、最高裁判所長官、認証官の歓喜、面間の事例書、四位以上の意気等に応印されるほか、公式令では、国事とされていた条約の批准書、大使、 公私の信任状、解任状、全権委任状、領事委任状、外国領事認可状も漁事が使用される。刑法第19章、印象偽造の罪に規定があり、公私の目的で、漁事、国事または漁名を偽造した者は、2年以上の有期懲役に処せられる、第164条第1項。漁事、国事もしくは漁名を不正に使用し、または偽造した、漁事。 国示もしくは漁名を使用した者も、全項と同様とする、第164条、第2項。第164条、第2項に関しては、未遂も罰せられる、第168条。刑法第17章、文書偽造の罪にも規定があり、行使の目的で、漁事、国示もしくは漁名を使用して証書その他の文書を、偽造し、または偽造した、漁事。 国事もしくは漁名を使用して証書その他の文書偽造した者は、無期または3年以上の懲役に処せられる、第1項。漁事もしくは国事を押しまたは漁名を処した証書その他の文書を変造した者も、全項と同様とする、第154条、第2項。また、第二本帝国憲法下では、これらの犯罪行為は、不敬罪に処されることもあった。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。